も皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました。よろしくお願いいたします。ではですね、本日ご紹介するものを早速お出ししていきましょう。本日ご紹介するのはこちら、ハッピーくじトムとジェリーファニーアート。今日はこちらをご紹介していくんですけれども、さあハッピーくじ、一番くじと同じくコンビニでやっているくじになりますということで、今日は動画が撮れませんでした。はい、撮れないかったので、行ってきました。そして引いてきて、お写真がありますので、まあ、また お写真いつも通り出すんですけれども、その前にさあいつも通り移動してテロップさんと、ご紹介していきたいと思います。ではテロップさん、行きますよ。行きましょう、せーの、はい、はい、ということでですね、ちょっと僕は移動しまして、テロップさんの方にラインナップのお願い等をさせていただいているんですが、ラインナップのご紹介がですね、ちょっと全部、文章上じゃしきれないんですね。 A 賞も20種ありますし、B 賞も、何種だ、何種かありますので、6種かなありますので、ちょっとですね、文章上では、なんかお出しできないんですけれども、まあ、ちょっとね、ご紹介していきたいと思います。でですね、ヤンさんの狙いは A 賞の、意外となんですけど、階段じゃない、ブランコで、ちょっとハプニングが起きているトムが、ちょっと可愛かったのでそちらを狙いなんですけれども、まあ、ちょっとねラインナップも少なめなので早速写真の方に行こうかなと思うんですけれども、今日もいつも通り5回やってきています。で5回しかやってきていないです。で結構誰も引かれていない状態からやってきた感じになりますので、さては早速ですねお写真出していきましょう。いきますよテロップさん、はい、いきます、せーの、はい、ということでですね、まあ、まばらに弾けてきたかなと、結構いい感じに弾けてきました。はい、D 賞が1つ、C 賞が1つ、B 賞が2つに A 賞が1つ。ではですね、早速、戻りましょうか。まずね、戻りましょう。はい、いきますよ、テロップさん。せーの、はい。はい、ということでですね、戻ってきまして、では早速、お出ししていきましょう。まずは D 賞、こちらですね。こちら選べるパッケージになっているので、まあ、ちょっとここでご紹介は終わりにさせていただこうかなと思います。で、D 賞なんですけど、いろんな、トムとジェリーが書いてある形になります。ここには載っていないかな。そうですね、これこのトムも、このジェリーもめっちゃ可愛いですよね。歯ブラシ、いや、これも欲しいかなと思ったんですけど、まあ当たらなかったですね。はい、ということで、D 賞のトムとジェリーの、クリアファイル、こちらも全5種、6種かあるんですけども、今回は、いろんな形になっている、トムとジェリーのクリアファイルを持ってきました。はい、ということでですね、では続きましてコラボ等々、じゃあこちら、この A 賞のフィギュアあったんですけど、これがちょっとね狙いだったんですけど、まあ、当たらなかったですね。ということでコラボトートで持ってきました。こちらちょっと開けて後でご紹介したいと思います。で B 賞、こちらもパッケージ外から見えているので、まあ、ここだけのご紹介にさせていただこうかなと思います。はい、チーズ落とされてひょうたん型になったジェリー、これこんなジェリーあるっていう感じの可愛さがありますよね。はい、ということでこちらですね、ジェリーちょっと用意しましょうか。でもう一個のトムなんですけど、階段で押しつぶされたトムですね。で見えるかな、こっちにあるかな、ないな、こちら見えるかな、見づらいかなと思うんですけど、階段にくね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 となってる感じの、ジェリーなんですけど、ごめんなさい、トムなんですけど、まあ、ちょっとね、ぬいぐるみだと、うにょーんと一本の板みたいになっちゃってるんですね。まあ、これもこれで可愛いんですけど、はい、こちらが、上がりました。で、最後、
フィギュアですね。フィギュアがこちら。じゃあ、ソーセージにされたジェリーということで、あの細長い感じのジェリーが当たりましたので、こちら開けてご紹介していきましょう。ではちょっと B 賞のぬいぐるみと、クリアファイルはこちらで終わりさせていただいて、ではまずトートバッグ、こちらを開けていきたいと思います。さてトートバッグはね、ちょっといろんな場面で使えるので、まあ、いくつあってもいいかなと。じゃん、うん、意外と、まあ、小さめかなっていう感じではありますね。コンビニとかで使う分にはすごく使いやすいサイズなんじゃないかなと思います。ちょっとすっごい引いています。はい、で柄は全面に書かれているのでめちゃめちゃ可愛い。で、あのトムとジェリーとかロゴが書いてあるわけでも、ロゴが書いてあるわけでもなくて、あの絵だけドーンと出てる感じなので、これめっちゃ可愛いしめっちゃ使えますね。はい、ということでこちらですね、C 賞のトートバッグ、錦穂さゆりさんという方のですねコラボのトートになります。よいしょ、僕はすいません、あのアーティストさんはあまり詳しくないので、ごめんなさい、詳しくはないんですけれども、コラボトートでした。では続きまして A 賞なんですが、開かない。A 賞のフィギュアなんですが、下に見えますかね、穴が、足元のところ足元のところには穴が開いていますし、こちらにもジョイントがあるので、しっかりとよいしょ、立てて自立することができるフィギュア、めっちゃ可愛いフィギュアになっています。でこちらですね16番だったんですけれども、またあの番号で、決まっているので、こちらも選べるわけではないやつになります。めっちゃ細長いんですけど、めっちゃ可愛いけど、はい、結構小さいので、まあ、飾っても目立たないかなっていう感じはなってしまうんですけれども、まあ、結構飾っておくとねめっちゃ可愛いと思います。なんだこれ、なんだこれ、細長い。はい、ということで本日はですねこちらハッピーくじトムとジェリーファニーアート、こちらをご紹介させていただきました。全国のセブンイレブンでやっているので、もし見かけた方、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで本日はこちらをご紹介させていただきました。はい、ということでですね、今日はこちら、ハッピーくじトムとジェリーファニーアート、こちらをご紹介させていただいたわけなんですけれども、まあ、いつもの5回で、まあ、結構いいラインナップで出たんじゃないかなという感じはありますね。はい、でこちら先ほども言わせていただいた通りセブンイレブンで、ハッピーくじやっていますので、ぜひ見かけた方やってみてはいかがでしょうか。ただこれ結構あの発売前から注目されていたみたいで、なくなるのがもしかしたら早いんじゃないかなと思うので、見かけた方、トムジェリー好きな方ぜひ要チェックだと思いますので、ぜひ見かけた方やってみてください。ということで本日はこちらをご紹介させていただきました。ぜひよろしければ、ぜひよろしければ、なんかおかしい文言が、まあ、よろしければ、チャンネル登録とベルマークの通知ボタン、それから高評価ボタンを押していただければなと思います。では本日はこちら、何回も言いますが何回言っちゃうんだよ、ハッピーくじトムとジェリーファニーアート、こちらをご紹介させていただきました。本日のお相手はヤンさんでした。ではまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。